アルカ、よく来てくれたな。変わりないか？そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか？たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの、その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はーい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ、まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三つお頑張ったんだ。前は浩二が教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから、勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってやばくね？
バカ。いやでも実際さ、大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。おじさん、私、どうしたらいいのかな。ごめんね、みんな。親子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配。三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。
数知れぬ人々の魂に届くように視野外で火が出てるぞ。火元はアジア外の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことは消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導は待ってます。でも火の回りが早くて アジア街が全部焼けちまう。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。泉か、だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん、大地、バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。
はるか、出かけてるのか。え？何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？推薦の話があったとき、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも、はるかのせいでもね。全部、俺のせいだ。おじさん。だから俺が、必ずはるかを探し出して、この家に連れて帰る。あやこお姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。はるかの件はあやこが悪いんじゃない。だからあやこを責めないでやってくれ。あやこも今まで言い出せなくてきっとつらかったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。
俺たち遥か姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あ、おじさん。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。うん、豆まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし、はるかお姉ちゃん今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっとカムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。おじさん、俺どうしたらいい。はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でもはるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。SNS とか全然やってないみたい。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについては、とりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何か、はるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ、僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。
お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ。おじさん分かってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、彩子、今度はそう長くは待たせねえ。俺も遥かも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこのお前、やっぱり桐生か。伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた？まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせてたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか？真っ当に年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、キリュウ。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中だな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか？ああ、
無所で聞いた。その火事が東条会の神室町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東条会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東条会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年かもう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東条会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか？面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ間違いない、その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東条会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥はどうしてる？っていうかお前なんで神室町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥の居場所を聞きてえと思ってる。遥の居場所？遥は沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥のこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスをか。しばらく休業してる。多分まだ神室町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう。いや、またな。